はい、皆さんこんにちは。今回も戦国バサロ3宴やっていきます。では今回は前田君、前田利家使っていきましょう。待つ、ずっと一緒だ。前田利家は2以来かな。この3は、全く使ってないです。でまあタッグモードでレベルを上げたって感じですかね。なんで初見ではある。時は戦国、乱世、地は乱世、誰もがすさみ奪い合い、倒れゆく世の中にどれぐらい強化されてるのか楽しみ。たくましく活力に満ちた時代、今無数の英雄たちが、はい、いつも苦労かけてすまないな松、これからゆっくり旅にでも出ないか。まあ、タッグ松にしようかな。旅でございますか犬千代様、それは嬉しゅうございます。旅っていいよね。それじゃあ早速出発だ、楽しみだな松。じゃあドリームチャンス、今回は殿下にかけろ、殿下にかけろ、戦国ドリームチャンス。ドゥント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 ゥン。じゃあモーリーか、待てよ。じゃあモーリーにかけていくぜ。次ツルか。いや鶴姫なー、結構早く落ちたからな。まあ鶴にもかけておきますか。はい、で正宗か。あ、正宗にもかけとこう。よし、いざ進軍開始。じゃあどうしようかな。毛利だったよ確か。毛利が一番最初にかけたから、まあ長宗我部でもいっとくか。はい、で仲間は待った。はい、これで装具はこれになってるんだけど、何つけようかな。元地下でしょ。じゃあカラクリにダメージアップと、ジンに対してのアップ、で属性等倍確率上がるやつと、これかな。で松はこれでいいのか。松もねちょっと裏で上げてました。どれでしようか。まあ状況によって変えましょう。よし、行きましょう。なんと見ろ松、こんなところに面白いものがあるぞ。まあ素敵な砦にござりますれば。お、夫婦揃って旅歩きかい。いいね、上がってゆっくりしていきな。確か2でも絡み合ったよね、前だけど長宗我部は。さあどんな感じだろう利家。マジでね使ったことない、本当です。何回も言ってるけどタッグボードでレベル上げしただけなんで。ここが鬼の隠れ家、はい、秘密の砦だ。およ、腰を抜かして見せやがれ兄貴。あ、連撃。おお待つ。あ、連撃いいっすね。それがしはやるぞ。あ、これでためか。よし、てれてってってれて。あ、ほほ、こいつが新兵器暁丸よ。ま、現在制作中だがな。兄貴、こいつを出すのはまだ早いっす。あ、強っこれ強いね、結構ダメージ入ってたね。
まあ金をかけた進撃スムーズに行くためにレベルを上げてるんですけど、やるぞ完成版。はい、あ、これは右側行けばカラクリには引っかからない。悪いがここは俺のお気に入りでね。これで超速壁軍の趣味が満載だぜ。こうなんか松もそうだけど動物呼ぶやつって強いよな。ハエ縄に釣られてゾロゾロ来やがった。はい、ちょっと待ってよ。よし、ああこれがね結構ね敵側でやられるとね厄介なんですよ。何をされてもそいつはくじけねえぜ。はい、あ、結構当たる。あんたが奪うすべてこの目に焼き付けるぜ。この勢いで、おお、なるほどね。天下まで参りましょうぞ。死にたくなかったら大将のそばから離れるなよ。はいはいはい、すいません兄貴。いいっすね、楽しいぞ。トシエほっ、いい感じじゃない。ほっ、飛ばなくてよかったわ。皆の者ひるむな。おお、めっちゃ吹き飛ばされた。まばたきのマスが欲しい。やるぞ、おお、気合い入れて声を出しやがれ。もっともっとだ。おお、なるほど、結構呼ぶやつ強えな。煙ですぐ分かりましたよ。え、何何今何、なんか、え、なんか強くなったんだ。何風のうちに入るかってんだ。どういうこと。そうだろうやろども。ちょっと待って、技回数アップ。光が集まった時にボタンを押すと、網にもかからねえ小物のくせによ。やるぞ、その息で敵討ちだ。兄貴、なんかびっくりしたな急に。10年前の嵐に比べりゃこれぐらい汚え陰謀よりマシだがな。なんかあるな。はあ、はあはあ、合わせんといけんのかな。むずいな、こういうなんか音ゲー的な要素あるからさ。バサラ戦やってんだ、死ぬなとは言わねえ。だが無事には許さねえ。いいな、やるぞ。了解っす。はい、お前今腹の虫が鳴ったな。え、鳴ったのはそれがしの腹か。安定、離れていては勝てんぞ。よし、それがしの槍は長い。行くぞ。たっぷりバサラ技もさ、相手側だと厄介なんだよね。我らが殿、むしろ服を着ている方が珍しきこと。前田を守るためなら何度でも立ち向かう。はい、てめえよりヤリイカの方が骨があるぜ。ヤリイカの方が骨があるぜ、どういうことだ。ああ、タコが貝を背負ってったのはこのことか。この勝負巣に根付いたあんたが有利かもな。行けろ、波の隙間からあいつらも見ている。はい、
お前の大切なもの一度見てみたいな。出方次第じゃ、俺が直々にぶっ潰す。どうか大きな傷もなく帰られますよう。わかった。おいよう。恐れてちゃあいつらに顔向けできねえ。飯だ。どうだ、男なら憧れるであろう。確かに激発によってそういうわけではない。飯、おにぎり取ったらアップするのかな。そういうわけではない。そういうことではないのか。減ってなーい。減ってなーい。子供をいじめて喜ぶ趣味はねえよ。おにぎり取ったらアップするみたいな。そういうわけではない。それがしは前田利家、心して参られよ。兄貴、持ちませんでした。ま、カラクリ試しにはちょうどいい相手か。よいしょ、よいしょ。気合で勝つ、それが戦法だ。はあはあはあ。やるぞ、なんとしてでも生き残り。おりゃー、すげえ爽やかな気分だぜ。新しいふんどしを履いた正月簡単な朝のように。攻撃に発生しやすいね、結構。待てよ、今夜の酒盛りが待っている。最下にもっと補給を頼んどくんだった。これがやばいんよね、結構ダメージ入るからさ。殿、いて、せめて兜だけでも被ってはいただけませぬか。それがしは吠える。お前も吠えろ。鬼を退治してみるかい。昔語りの英雄になれるかもな。ほいほいほい。いいね、いいよ。あれ陣どこだ。目の前にあったわ。広げた手よりも大きなもの、守ってみせる。よし、完全停止。でんでん、やってくれるじゃねえか。だが、おしとら準備は万端でねえ。水事に行くさ、疲れてないか。何の手慣れた習慣にござりまする。兄貴とあんたの一騎打ち、させはしねえ。あ、やっぱ飯取ったら元気モリモリになるんだ。元気モリモリっていうのおかしいけど、元気100倍。攻撃速度が上がりますね、飯取ると。そういうことか。減ってなー、減ってなー。攻めるもまた最大の守りだ。でも隙ができそうやんな。さっきのは小手調べだ。本当の暁丸を節穴に焼き付けやがり。みんな、こっからが勝負だ。気合い入れるぞ。強っ。赤い雲だ、変な顔もついてる。なく西白虎の角より迷い入れたるは男あり。お前は守るものがある強さを知っている。そして弱さ、どちらが負けても待ったなしの勝負にしよう。さかまく風に。これで終わりだ。今の俺は渦潮よ。
別れたくなきゃ逃げな。バサラ技と威力上げるか。槍の待たぞ健在なり。すまなかったと。槍の待たぞ健在なり。遅いよな。腹が減っても戦はできる。いやダメだろ顔でも食った方がもっとできる。顔よ。1レベルか。お、レベルアップした。もう難しいだからな。そんなすげえレアってものは出ない。じゃあどんどん行きましょう。敵勢力に動きあり。さあ各軍、さあ各軍一斉に進軍開始。はい。よもやの大番狂わせ、徳川軍敗退。徳川敗退した。さてさてご注目の軍は健在か。小早川潰しとくか。ちょっとわかんねえな。松はどこへ行きたいんだ。それがしはどこでもいいぞ。ではここにいたしましょう犬千代様。あ、つづら出たか。それつる鶴姫の方か。あ、毛利の方に出たか。じゃあ毛利行くか。じゃあここはバサラ技あげとこ。これか。よし。まあしゃあないしゃあない。遅い。迎撃の手はずなどとうに整っている。あ、違う、え、ルーレットツーラツズラってモーリーに出たよね。来るがいい。合ってるよね。我と天に照る日に秘策あり。モーリーの秘策。心の暗雲晴れませぬな。おー、まずそれがしはやるぞ。俺この戦が終わったら祝言を。今日見たことは誰も信じてくれねえよな。行け、カラスキの御旗を掲げよ、はい、猶予を与えたか。やむを得まいこれで陣壊せるってやばいな。大好きの層に取られようとは不甲斐なし。あ、違うわ、撤退しよう。これってもしかして変わる。あ、変わんねえよね。鶴だよね。鶴姫だよね。よし、こっちやな。で、装具、あ、装具は OK。 えい、あなたが飛ばしちゃったけど、あなたがまあここでお金回収しとこう。ここのステージの BGM 好きなんだよね。金銀財宝よりも飯。さようにござりまする。気合でか。それが先方だ。お急ぎよ、援軍が迫っておりますぞ。もう我慢できねえ、逆襲のお時間だ。それがしは強くなった。わかるんだ。
笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。オッケーオッケー、ここつづらったね。よし、ほう大七行くぞ。たっぷり腹を空かせて帰るんだ。この局面どちらが先に参りますれば。よいしょ。いや、二人で一つだ。レッシもてんこ盛りだぞ。ゼメーミラー。悪い口なんてこと。ザマーご覧なさいとおっしゃいな。ザマーご覧なさい。ここですよ。はい、一列に並んで。今日見たこと誰も信じてくれるよね。おい、ナイス。松と二人のんびり暮らしていけたらな。あれ上がんなかったね。風、悪い予感は千歳の先まで吹き飛ばします。私の船の皆さん、応援頼みました。お前の大切なもの一度見てみたいな。絶対に取り返しますよ。オッケーオッケー。ここでバサラダと本当もうあんな場所に。俺たちは凡人。おいよー、相性が特別なんだって。おかげさまで今宵も。あ、撃破から出たおにぎりだったら上がるのかな。そういうわけではないのか。なんか普通に飯取っても上がんないしな。勝てば守れる。そういうわけではない。呆れるくらい簡単だ。趣味ですか？勉強を少々。いや、へへ。絶対に勝とうぜ。負けたら先はねえ。またか。こんな時は。あ、結構削ってたのか。ドローンです。はい。でもバサラでこの。あのお腹鳴らす動作するとさ、難易度バサラでやるときつそうやんな。横やりとかエグそう。西の海といえば私たちですよね。拙者もあのような活躍をしたいのだがな。負けたって良好だって先がありますから。オッケーオッケー。一時撤退です。姫御瀬に会うなら私の許可を取りなさい。私の許可を取りなさい。いいよ。今順調に大吉出てるよね。これ以上怒られるのはごめんだ。あと2箇所か。いつの間にか他の陣取ってんだよね。あ、やべ、やだ、この状態やだ。今日は一段と予言希望者が多いの。何をしておるか。力を振るえよ。ごきげんよう。バシッとお見通し。噛んだのか。急に会話が終わったなと思った。爽やかな気分だぜ。新しいふんどしを履いた正月元旦の朝のようによ。皆さんやっぱり戦ってもすごいです。織田軍で戦に明け暮れた日々、二度と戻らない。何が出た。ピチか。まあ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 、外の者は決起盛んじゃな。
今のうちに姿を消そう。あの者は初陣のそれがしによく似ている。とりあえず後ろの陣も壊した。ちょっとごめんね。おもてなしはいかがでしたか。みんなのんきでおっちょこちょいなんですよ。私怒ると怖いですよ。あんた生き地でもすすって強くなったか。松が姫巫女殿にぜひ占ってほしい。何卒よろしくお願いいたします。おやぶはにらめっこにかけては達人だった。おお、随分とたくさんの客であるな。いいなあ、松様に叱ってもらえて。これ強い。まあ、せっかくだしバサラ技を。返事は？よし。大丈夫。きっと助けてくれますわ。槍の魔だぞ。健在なり。よし。腹が減っても戦はできる。できない。すみません、水筒をいじってました。でも食った方がもっとできる。マジで喉乾くんだけど。暑い日が続きますよね。なんか熱中症とかコロナやらもういろんなもんが相まって本当にとんでもないこの季節。レベルアップ。まあ、一応ね松の方も上げてるんで、まあ、なんとかねいい感じの武器出るんじゃないかなと思います。ではちょっとね一旦ここで閉じたいと思います。ではこの後またお会いしましょう。どういうこと。お疲れ様でした。